ペルソナ5スクランブル、ザ・ファントムストライカーズでコンポーザーを務めました株式会社アトラスの北条敦史と申します。オープニングのイメージは、まあ、これがアクションゲームだったので少し勢いのあって、まあ、なんていうか色というかペルソナ5らしさだけを残しつつ、あのペルソナ5のメグロの曲の雰囲気をあまり出しすぎないというか、ペルソナ5は少しあのアダルトというか大人っぽい印象の音楽であったりとかゲーム性もそうなんですけど多かったんですけど、今回はまあどっちかというとアクションゲームよりで、まあテンポアップテンポで力強いイメージで作曲をしましたね。おはようございます。はじめましてですね、アトラスのヨロンと申します。あ、よろしくお願いします。なんか元々のなんだっけ、あのどうちゃんが、はい、デモで歌ってるのとかってありますか？あります、あります。それちょっとふわりとか、はい、Overtime day, erode and destroy hearts of good souls in the dark. To run into it like that, you are stronger than all things can make you be. So wake up from those dreams.はい、ありがとうございます。はい。今回ね、イロード。今回そんなに難しい。Dismay。Dismay。ここ。本当の発音は、メッツって。なんだけど、メッツ。メッツ。なんだけど、すごい早いから、一応、発音としてはメッツ。メッツ。みたいな感じ。メッツ。Blurred. And I let go. Free, let go.Down they go. 本日5月の29日で、北条さんの作曲で、りんちゃんがオープニングを歌って、俺が歌詞を作詞させてもらってます。レコーディングですね。ですね。これ以降のレコーディングって、もうないんですね。終わりです。多分もう 6曲ぐらい全部で7曲を監修したのが5曲すごい含めて、そうもうちょっぱやなんで、りんちゃんはで本当に普通のミュージシャンこんなに上手くないですからね。慣れちゃうくないですか。だから言ったら言葉は悪いかもしれないけど、アトラスさんのチームはシンガーさんに甘やかされてるんですよ。そうね。すっごく、で、これをスタンダードだとは思わないね。そんな通りです。本当に。あ、準備はよろしいですか。あ、はい。じゃあちょっとレベル兼ねて軽く流してみますかね。はい。はい。お願いします。お願いします。はい。
erode and destroy hearts of good souls in the dark. うん、自分の声の豊かさがもうちょっと欲しいんですけど。はい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 。うん。えいへいへいへい。なんか喉でコンプかける歌い方になっちゃいそうで。はいはい、はい。オーバータイムでって。オーバータイムでって歌いたいんですけど、そうするとあんまり抜けてこないというか。はいはいはい。Good souls in the dark, filled in dismay, played along and faked too much, to shatter down they go. They, hey, hey, hey. うん、ちょっと近いような気がします。これでちょっと、はい。もうちょっと、ワンコーラス分ぐらい。はい。All the time they erode and destroy hearts of good souls and the stars rise up. この感じでちょっと耳をなんかやってみて。はい。はい。はい。で、サビの入りの、てってれてっ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 てところを結構強めでも、はい、あ、サビに、ここそんなことが許されるかっていう歌詞で、ね、うんうん、そうそうそう、その今までのこう言っていたところが、うんうん、そんなことは許されるわけないじゃんっていう、でそこからサビにこう言って、お前は強い、はい、強いよっていう歌詞なので、なるほど、結構強めにそこからガツンと言っていただければと思います。汚い大人とかがたくさんいて、すごくいい人たちが我慢しないといけない社会で、それでどん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 精神が削られてしまうみたいな感じがあって、うん、で、それで我慢して我慢して、そして落ちていく。down they go なんだよね。うん、で、good crumble っていうの、崩れ落ちてしまう。そんなことあいつらにやらすなよ。don't let them do it like that、うんうんうん。で、you are stronger than all things that have made you weak、うん。すべて、これ日本語で直訳するとちょっと伝わるかわかんないんだけど、あなたを弱くさせたもの、すべてよりも全然強いはずなんだ。うんうんうん、だから寝ているっていう比喩なんだけど、もう起きろ、いいんだよ、自由になって。だから自分の頭の牢獄から、僕の手をとりあえず掴んで、それで一緒に落ちていく奴らは一緒に落ちないで上に行こうぜっていうサビ。それが全体像の感じかな。しょっち、うん、やります。はい、お願いします。はい、2です。Over time they erode and destroy hearts of good souls in the dark. Filled with dismay, laid long and fake too much. Okay, start to rise up. はい、ありがとうございます。はい、なんかどっか言えてないと思ったんだよな。play along がちょっと later along に聞こえちゃう。そうだよね。そうそうそう。で、and fake too much も言えなかった気がする。それで、すいません。はい。31の all the way through の all the もうちょっとレガート気味に行けたりしますかね。all the どこだ？31ですね。31。All the way through to over time, これマイクが低いっていうことはない。ちょっとじゃあ高くしに来てください。なんとなく、もしかしたらと思って。over time で。
そうかもしれないです。In the dark, all the time, あ、よかったね。すいません。いえ、とんでもないです。はい。All the time, 広がりました。ありがとうございます。はい。All the time, はい。All the time they erode and destroy hearts of good souls in the dark. Oh, let's do it like that. You will strong enough. はい。おい、ありがとうございます。素晴らしい。音が全然変わりましたね。ね、違いますよね。こっちの方がいい。うん。じゃあサビ行きましょうか。はい。はい。うぅー。もう一回押してください。そしてちょっと待ってください。素晴らしい。素晴らしいよ。いや、すごいいいっすよ。高いっすね、サビの音がね。うん、すいません。でもめちゃめちゃかっこいい。いつもそうやって歌ってんの。めっちゃコミカルになってます。やってると無意識にメロディーを覚える。なるほど。全然だからオルゴンバーンの前。オルゴンバーン最高だった。これ意味なくツイートしちゃった。オルゴンバーン。意味ない。オルゴンバーンなんだろうなと思って見た人。ね、なんだこれ。はい、すごいします。はい、5です。On the way to take on the ride up。 うん、どうでしょう、いいと思いますよ。英語は、あ、あのね、全然関係ないところで、あの今のすごく良くて、 Don't let them do it like that あるじゃん。 Don't let them do it、 はい、これを Don't let them do it like that の方がもしかしたら滑らかに聞こえるかな。え、もう一回言って。あの Don't let them do it like that ではなくて、うん、Don't let him do it like that. Don't let him do it! ぐらいで言っちゃうってこと。そうそう。あの、Don't let him. THM っていう TH のところを、はいはい、let にアパーシュフィーをかけて。はいはいはい。Don't let him. そうそうそう。Let him ね。Don't let him do it like that の方が。Don't let him do it like that. You are strong. ね。OK。この一言だけもらっていい？もちろん。If you shut it down, baby. Don't let him do it like that. You are strong.こっちの方が俺好き。ああ、うん。こっちの方がいいかも。いい？あ、うん、いいですね。こっちで。はい。はい。じゃあ。はい。じゃあ2番いきます。はーい。早いな、相変わらず。いや、遅いじゃん。まだ1番を。全然ですよ。まあ、ちょっとゆっくり始めましたからね。いやいや。The maid is... あ、The maid is sleep so... って言ってんの、ここ。Egocentric。あ、じゃあちょっとかけるね。Egocentric。They made us believe some things were playing. ああ、たたたた。って言ってんだ。エゴセントリックってさ、うん、はい、意味は、あの、self-centered、なんか、まあ、エゴの塊みたいな。になっちゃあ、こんな柔らかいあれじゃないよね。あの、彼らは、エゴの塊で、うん教えられてきたこと、うちらが自分で信じなきゃいけないことっていうことを、本当は彼らが利益になるようなことしか言ってこなかった。うんうん、で、迷い、壊れ、うん。で、でも人生を変えるのは難しく、怖く。で、全てがぼやけて見えてきて、で、いい人たちはさらにまた、スタンボールっていうのが、つまずく、うん、で膝をついて、そしてどん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 また下に下がっていくっていう A とまた同じ感じなんだけど違う感じで、でも Don't let him do it like that、うんうんうん、っていう感じの、はい、はい、お願いします。はい、すいません、はい、一箇所なんですけど、ちょっとアルタスさん、うん、この In the midst of、うん、ここ一つ音符をアルタスさんから言ったとこうだったんですけど、うん、8分タタタって In midst of In midst of みたいな、うん、でも通じます。 In midst of、うん、全然、あ、リンさん、はい、そっちでいけますか。あのどうどう今四分音符で
タタ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 タThe medals believe all things will fade or blind. It makes the blood feel good once stumbled. 大丈夫ですか？はい。はい。OK です。Great job. はい。Thank you. うん、なんかロータスさんの仮歌でもらってるやつの感じのニュアンスで結構良かったと思うんですよね。ああ、うん、それ聞かせていただけますか。はい。Waiting around won't do. You need to stand up for your sake. ああ、ちょっと後ろに、そうそうそう、むしろずらすぐらい。うんうんうん。Double, double with it, do you know? Do not stay comfortable with their lies. Do not stay, comfortable with. Comfortable か。Comfort がもういい、いいにゃんだ。Comfortable. Comfortable. Do not stay comfortable. 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 ここめっちゃ早いんだね。Do not stay comfortable、うんうん、言えてんのかな。言えてる言えてる。Do not stay comfortable。 あの comfortable。 OR って書いてあるけど R はあんまり発音しないから。 Comfortable。 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 Waiting around wondering。 あ、ちょっと早い、早いですね。入りが早いかも。今、110から出てる。110。はい。14か。あ、なるほど。一小節早かったってことですね。そうですね。はい。はい。今度はあれですよね、これね。はぁとか言っちゃって。はぁだって。はぁ。はぁ。ライブでやったらマジ、こういうやつや。オールボンバーやね。オールボンバンやそれ全部落ちるって。いやー、もうマジや。お願いします。はい。Waiting around wondering. You need to stand up for yourself. Do not stay comfortable withOh man, that was crazy good. 本当？すっげえよかった。あ、よかった。今びっくりした。なんかやらかしたのかと思った私が。いやいやめっちゃよかった。個人的には超好きだった。あ、びっくりした。いただきます。あ、For Your Sake のところとかもうやるバッチリ。あ、よかったです。バッチリ。ご期待に添えて。すごいよかった。I remember that we got you.You are stronger than all this that made you weak. So wake up from your sleep. For the day. 普通にやった方がいいかな。普通にやります。少子貫徹お願いします。はい。何キャラなの。少子も何もない。はい、はい。
全体的にニュアンスすごい今は良かったんですよ、はいはい、ちょっとタフエースとても強すぎたそうなんですよ ね, すね低くてお願いします少子感っていやいいと思います、はい、ちょっとつないで聞いてみます、はい、少子感ってやってる。ハハ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 ハ歯間鉄とか言ってる間に私今左の中指を、はい、足中指めっちゃ釣りそうなんですよ力めちゃめちゃ入ってるこんなことやってるからあとはあのブリッジの そこだけですねこれって、うん、追っかけの人はのイメージですなるほど、はい、Waiting around a wonder じゃないですよねあ、音程ですよね。はい。あ、上です。すみません。で、まあ128ぐらいからはちょっとクレッシェンドしていくような感じですかね。はい。で、その感じの6789、はい、121のやつが122につながるように、はいはい、はーっていう風になってほしいってことですか。あ、そんな感じですかね。はーはいはい。とかやればいいってことですか。です。あ、わかりました。はい。いい感じじゃないでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ですかね、以上で、はい、終わりです。ああ、ありがとうございました。時間かかった。ああ、すいません。キャー素晴らしい。マスクレイ。嬉しいですね。ね。もっといっぱい撮ればよかったですね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。素晴らしかった。時間かかっちゃった。かかってないって。これであの P5 マスカレードの曲全部終わりましたが、いやー、ありがとうございます。どうでした？結構なライブが終わって1ヶ月、ライブが24、25で終わって、でそれから歌詞が全部上がって、確か今月、今5月なんですけど、5月に27曲、はい、7曲ですね。7曲。どうですか、終わって、うん、やったぜ感じです。少子貫徹。どうかな、少子があったかどうかが定かじゃないから。そうね。そうね。オールバンボンっていう言葉が生まれて。オールバンボン終わりましたね。オールバンボン、説明していいですか。あ、どうぞどうぞ。あの、英語歌詞なんでね、あの、結構いろいろ、ちょっとね、いっぱいいっぱいになって、間違えて言っちゃった言葉が、なんか、あれ、バンバンだったんですけど、それで俺、つぼちゃって、ずっと笑ってて、で、まあ、多分みんなわかんないなと思って、俺、バンバンってツイートしたら、案の定誰も反応なかったんだけど、あの、ゲームをやって、ぜひ、この曲かって、感じてほしいよね。もう正しい歌詞は言っとかないの？言わなくていいんじゃないですかね。あ、オッケー、わかった。見つけた人だけちょっとラッキー。そうラッキーなのかな。いやー、7曲全部、ね、いや、なんか濃かったですね。全部が全部違うキャラで攻めてきたみたいな感じで、なんか P5 のね、派生だと言われても、なんかちょっと、うん、なんか違うみたいなところもあったり、でもやっぱりその、なんていうかな、元々の
目黒さんが作った音のストリングスの感じとかベースの感じとかをこう踏まえたアレンジだったりとか結構散りばめられてて、そうなんだよね。またなんかあのね、今回の新しいあの感じで作ってもらったのが、でもりんちゃんのその P5 の感じの歌でさ、うん、新しいなっていう、そのいい意味のすごい新鮮さが僕は個人的にありましたね。すごい、はい、ありがとうございました。カナさんなんか喋らないんですか？ああ、いやでも本当に今回プロデューサー、そうですよ、カメラを持ってますよ。なぜかプロデューサー、偉い人がカメラを持ってるっていう、今回のね、エンディングも、あ、そうですね、ちょっと歌詞を初めてやらせていただいて、いやでも本当にここに立ち会えたからちょっとこういうものを撮りたいっていう気持ちになって、こうやって作ってるんだってことをぜひ僕は聞いている方々にちょっとこう伝わると、もっとこのゲームが楽しめるようになるんじゃないかなって思いましたんで、まあ普段はね、みんなスタジオ入るときみんな全なんですけどね今日だけなんで言うのできなくなるじゃん、そういうの。なんだよ、せっかく解放してたのに。もう中も、外も中もみんな全部から、ね。でもこう、北条さん的に今回のマスカの曲また担当してどうでしたか？どうでしたか？やっぱアクションゲームになったことで、音楽のテンションも変わったかなと思います、ね。へぇ、やっぱそこら辺は意識するんですね。意識しますっていうか、見てるって、まあテンポもそうですけど、うん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 、なんかノリも変わりますね、うん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 。コマンドのゲームとは違うので、うん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 。考える時間があんまないじゃないですか。もうずっとこう、ボタンを押して遊んでる感じになるから、やっぱアゲアゲな方がね、楽しい。そんな、逆になんかそんな、なんか、あのやっぱりいろんなコラボはされてると思うんですけど、はいはい、なんかその一つのものの中でりんちゃんっていうなんか確固たるシンガーがいる中で、それの融合性とかなんか意識したところってあるんですか？そうですね、正直うちが普段作ってるようなゲームの音楽とペルソナの音楽って全然違う音楽なので、じゃあどうすんねんっていうところはすごく悩んで、うんうん、やっぱそうなんですね。まあ、松岡さんはだからこういう形でこう歌の収録にこれほど立ち会うっていうのも普段はなかなかない機会です。そうですね、うちのゲームだとなかなか分かる曲がないので。ボーカリストさんっていうのはあまり招かず、ずっとインスト曲の方が多いですね。そうですね、はい、オープニングもインストだし、そうかそうか、当然ゲームの中もインストだしっていうのが多いので。いかがでしたか、ちょっと今回そうやって立ち会ってみて。そう、新鮮な驚きもあり、感動もあり、うんうん、勉強にもなり、本当に良かったなと思ってますけど。確かに。いや、リンさんが想像の遥か上行くうまさだった。いやいや、一番私はすごく。いや、本当にうまい。本当にうまい。仲間でした。いや、成長させていただきました。毎回無理と思いながら、あれなんか。え、毎回無理と思ってんの？毎回無理と思ってるよ。嘘。だって、もう本当、それこそ一番最初のウェイクアップゲラゲラでから、もうあの、高さ出ないですって言いながら、あのすっごい低いのを、ね、それこそカラオケで最初に用意してもらって、うん、でこなんかそっちとどっちがいいか目黒さん判断してくださいっていう風に、あのブースそれこそここのスタジオだったんですよ、ね、そこのそうブース入って歌って、うん、高い方がいいですねそうですよね、ドレスドレス、そうなんですよね、あのここが最初の P5 の歌も収録したまさしくスタジオ、まさしくここで、ね、なんというスタジオでしたっけここは MIT スタジオ、そこでしたそこでした、あまりにもいやらしい展開が今でも実はね、俺ね、バックサイドオブ TV リミックス、うん、あのここで収録だったんですよ、あの P4D の、リミックスのボーカルだけここで撮って、そうそうそう、それがね、どん名前なんだっけ、このスタジオ。だんだん、MIT スタジオ、ここ、ちゃんと MIT さんで、あの、静音してもらって SE つけてもらいましょう。あ、そうなんですか、そこまで。じゃんじゃんってつけて。もうこれはもう、もう何度お世話になっていることやら。そうですね、あれ、コウエさんもそういえば、ここの、そうです、そうです、ね。使ってますよね、ボイスは。ボイスはもういつもここに。あ、そうなんですか、へぇ。なんてスタジオでしたっけ、MIT さん、あ、そっか、言った流れになっちゃった、やっと言った、なんかすげえ嬉しい、なんか仲良くなれた気がする、違いない、違いない
いや、皆さん本当お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいいい雰囲気で追われてたなって思うんですけどね。はい、そうですね。増岡さんと相談してギターを入れてくれないかと、はい、そういうちょっとご相談をしましてですね。で、すごく快く受けてもらえて、はい、そうなんですよね。なのでこの映像はさらに延長して、はい、まだ続きますね。次は、光栄テクモゲームズさんでギターを収録することになりました。ギターを弾いていただいたのは、光栄テクモゲームズのマサさんにギターを弾いていただきまして、大変かっこいい。いや、すごかったですね。なんかそうですね。このままでいいとるやつ。ミッドを、ハイを上げます。1ミリ下げて、あ、1ミリ、0.5 ミリ下げて、ハイはこのままでいい。ミッド下げるだけでいいや。ローに凄みが出たっていうか、ね、どうですか音としては。いや、音もいいと思います。こういう、まあ、いわゆるハードロックな方向で大丈夫ですか。あ、ギターハードロックな方向での方が、あのらしさも出ると思います。わかりました。みたいなことですよね。そうです。あと今割とちょっとファットに弾いてるじゃないですか。そうですね。だから例えばもっとタイトに弾くっていう手もあるかもしれないですし、今割とこうロックノリで弾いてる感じではあるので、曲調的にちょっとタイトな方が合うかもしれないですね。最初グイーンとかいらないですよね。はい、あのスライドみたいな。みたいな。あ、なるほどなるほど。あっても面白い。あってもいいかもですね。ここもチャラチャチャラチャチャラチャ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 、ここは別にこうスッと行ってもらっていいかもですね。この部分ですね。あんまりタイトに弾かない。ですね。頭はちょっとタイトめで、うん、あとそのサビと同じ感じでちょっと後半はそんなにタイトじゃない感じ。はい、こんな感じ。で、そうですね。で、最初の C マイナーと E、そこはタイトにちょっと着々入って、はいはい、その後は入んないっていう、そうですね、イメージですね。はい、わかりました。じゃあちょっとそれでもう一回やります。はい、すいません。長い方がいい、はい、じゃあ長く弾いてやっぱ削る方がいいかな。その方がいいですはい、それくらいちょうどいいかもです。上重ねて、上これでいい、ここで、はい、はい、
やらない場合で、しっかりしっかりしっかり音を残すバージョンを、はい、じゃあもう一回、はい、なんで、ここもか、53、55、ここも、そうですね、ここは切った方がいいですね。はい、あ、長さそれくらいですね。やってみます。はい、48まではいい感じ。48まではいい感じらしいので、はい、49から入れてきます。はい、49ってどこだ。足りないですね。いやいや、はい、はい、あ、北斗さんがよければ。いや、私的には大丈夫、はい、私的には大丈夫。はい、じゃあこれで私的にはやりきった。これ増岡にチェンジしますんで。いかがですか、佐々木さんとしてもこういうなんですか、コラボでギターだけ参加とかっていうことって今まであります？いや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 、ないですよ。超えてくぼはね、コラボっていう意味ではいろんな IP をお借りしてやってきてますけど、うん、で今回こうお互いにこうアイデアを出し合いながらやってる感じがすごくあって、一緒に作ってる感じがすごいしますよね。うん、お互いにアイデア出し合って、なんかより良いものというか、お互いの良いところをどうやって出そうかとか、どうやって融合したらいいのかなって思いながら作ってるっていうのはもうすごい初めてのことなんで、他社さんのことってわかんないし、あっても、どっかであっても、やっぱりこう、ご挨拶っていうところでの、なんかこう、向こう側は見えないってあるじゃないですか。今回割とこう、手の内見せ合ってる雰囲気が割とあって、まあね、呼んでいただいたり、まあこちらにもこうやって来ていただいたりして、まあね、なんか割とこう、うちはこうだけど、どうすかねっていうところって、あんまりこう、まあ変な話、恥ずかしがらずに、ね、自分の部屋を見せてるみたいな、ところはね、今までないですよね。あ、うん、そうですか。うん、ここがすごい、ね、刺激を受けることもあるし、うん、当然、ね、要するに、コーエテクモサウンドとアトラスサウンドっていうのは、じゃあ、何が違うんだろうって、じゃあ、どんな作り方してるんだろうとか、どういう機材でやってんのかなとか、いろんなこう、興味があるわけですけど、あんまりそういうのって言う機会、意見交換するってないじゃないですか。確かにそうかもしれないですね。まあ、機材じゃなくても、例えば技術面だったりね、こういう再生方法を取り入れてるよとか、いうのって、割とこう、社外費の部分もあったりするから、例えばこうやって来ていただいて、うちのスタジオを見ていただいて、とか、はい。うん、あるいは、その、呼んでいただいて、どうやって仕事してるか、うん、まあ、今度北条さんのその個室を見てみたいと思うんですけど、そういうところを見ると、やっぱ刺激を受けますんで、うん、で、やっぱ、ね、我々サウンドやってると、機材とか、そういうのってやっぱすごい、気になるじゃないですか。気になりますね。もう本当に、もうシンプルなところで、じゃあギター何使ってんだろうとか、そういうのも気になる。じゃあ目黒さん何弾いてんのかなとかね。そうです。ありがとうございましたということで。こちらこそありがとうございます。はい、今日長々とすいません、朝早くから。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。完成しましたね、それで。はい。完成しました。タイトルはタイトルはローダーさんがつけていただいた You are stronger です。 You are stronger。 You are stronger。 じゃあちょっと最後に、はい、完成版
を見ていただくという、はい、はい、そうですね。ではあのオープニングアニメーションとともに、ご覧ください。そうですね、あれで完成。エンディング、エンディング、はい、そうでしたね。エンディングが、はい、英語版を作らないかと。はい、そうでしたね。というわけで、はい、急遽英語を収録することになりましたね。結構後になって撮りましたけれど。
だからちょっとここからの映像はあのさらに追加されている、そうですね、あのメイキング映像。大丈夫かな、喋ってんの俺ばっかり。Words of my old sentiments, sentiments hidden away with it. はい、準備はよろしいでしょうか。はい。はい、じゃあちょっと流してみますので。はい。はい、お願いします。リバーブ感というか、はい、足していただいていいですか。はい、その声質の感じ的にはどうですか。声質の感じ、最初ちょっとちょっと痛いと思ったんですけど、はいはい、でも最後の方で良さそうでした。良かったです。圧倒的なところは特に問題ない。はい、特に引っかかりそうなところはなかったと思います。大丈夫ですか。いや、多分引っかかるんですけど。思惑通り引っかかるんですけど。じゃあ、プライド立てておきます。ねえ、カメラもそういうところ尺取らないとちょっと。さらっと言っちゃっちゃ面白くない、ね。とか言って、ほんとふざけてますね。本当に。じゃあ、やっていっちゃいますか。はい。はい。じゃあ、どうしましょう。1番から普通にいきますか。はい。はい、で、発音をちょっと直してほしいです。はい、主に気になったのが、はい、Wow ですね。結構 Word っていう言葉が出てくるので、それと同じに聞こえてしまうと意味が違ってくるので、はい、World だけ、一番気になってし、っていうなら、はい、もう一箇所、サビの、はい、Words of my own の、はい、はい、オンがちょっとオンに聞こえたかなっていう感じです。はい。オブって言ってます私。言ってます。大丈夫です。はい、その I let there every word ちょっと途切れてる感じがあったんですよね。ちょっと。ああ、はい。でやった方がいい。はい、ちょっとスムーズにいっていただけるといいかな。はい、わかりました。すいません。はい、すごく綺麗です。勉強。
はい、バッチリいいと思います。じゃあ2番いきましょうかね。はい、はい、します。どうしようかな。B、えっとねでした。だって、どうですね。A メロ、B メロどうでしたか。あ、大丈夫です。はい、OK です、はい。あ、ちょっと Feel Like がちょっと Like がもうちょっと強くてもいいかなと。ゆっくり、あ、サビの頭の部分ですね。あ、はい。はい。Feels Like ですね。はい。はい。はい。Hear my inner voice and face again. つられちゃいましたね。クレイドル大丈夫でした。クレイドル大丈夫だったと思います。はい。うん、はい。ありがとうございます。はい、いただきました。はい。いただきます。はい、ありがとうございます。ああ、いい感じですね。なんか感情がどんどん上がってきますね。バッチリ。シェイズの絵をもうちょっと、強調というかシェッズで、はい、あのもしかしたら人によっては聞き間違えて汚い言葉に聞こえてしまうかもしれないと思いました。シェッズ、はい、シェッズ、そうですね。はい、わかりました。はい、シェッズね。言っちゃった。なるほどね。面白い。そっちに寄っちゃったみたいな。アウト。アウト。すみません、お願いします。はい。うん、いいと思います。バッチリです。はい、いいと思います。はい、はい、ビーコンですですね。すいません、いえいえ、ごめんなさい。もう、アホ、よろしくお願いします。おいっす。This is where I will begin my life. It's はい、ありがとうございます。じゃあハモリは以上でなります。ですがまたアドリブが欲しいです。あ、アドリブ、はい、別バージョン、別バージョンが英語なので、はい、でちょっとなんか前さっきあの練習時にイントロにちょっと軽く入れてくれたじゃないですか。覚えてますか。なんかあのなんか自然にこうふんふんってやってる感じだったんですけど、 あんまり強くないやつ、そう、ちょっとそれがあるともしかしたらいいかなと思いましてですね。それくらいで、はい、いただきました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあエンディングのところが欲しいんですけど、はい、すいません、すいません、はい、そうなんです。例えば、うん、歌詞というかその英単語でこれ言ったらいいんじゃないかとかいうなんか2フレーズぐらいもらったら、はいはい、なんかしゃぶりきた、震える。
ヤスミさんが震えてる。震えてる。無茶振りきた。無茶振りしてもらってるから、なんかちょっと無茶振り。ですよね。Before, before, before. My heart will guide away とかはどうなんですか？それもありですね。うん、はい、確かに。心。一つだけでもいいのかもしれないですね。うん、そうですね。なんかまあそんなに尺がまあめちゃめちゃ長いことでもないと思うんで、使うとしたらそのノーズ・ザ・ウェイの方が。歌詞にないけれども近い単語なんでいいような気がしますけどね、うん、じゃあ My Heart Knows the Way、うん、やってみてます。はい、すいません、お願いします。 My Heart Knows the Way。最後ちょっとピッチが そこだけなんですよね。ちょっと直せるかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいかもしれないんで、いただいていいですか。もう一回やらせてください。はい、すいません。もう一回やります。もちろん。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。やらせてください。すいません。はい、お願いします。はい、いや、いただきます。これでもう一個やらせてください。はい、OK、OK、行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、バッチリ素晴らしい。はい、それだってありがとうございます。じゃちょっとじゃあこちらで書きましょうかね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いやいや、そんなことないです。こちらこそ。いやいやいや、ごめんなさい。いやいや、そんなことない。バッチリ素晴らしいです。完璧です。完璧じゃないですか。いやいや、よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。これで 5S は完全に全曲終わった感じですね。いやー、すごーい。お疲れ様でした。早く聴きたい。聴きたい。リンさん、最後にこうユーザーさんに向けて一言いただいてもいいですか。はーい。はーいしか言えない。いやー、何曲でしたっけ全部で。8、10、8か9曲。8曲。ねえ。
なんか P5 の派生のものだと思えないぐらいの曲数でね、こんなに、しかもなんていうかな、さらに攻めた曲群で、もう本当に楽しかったです。なんかこのね、なんか楽しさがあのゲームの中にこう浸透してって、でそれであのユーザーの皆さんにも何かちょっとプラスアルファなんか伝わるものがあったら、もうなんか私の役目はもう十分かなと思うんですけども、いや本当にでもこうやってね、あのずっと愛してくれてるユーザーさんがいらっしゃるから、また新しいコンテンツが生まれ、新しい曲が生まれね、本当にありがたいと思っております。楽しみにしててください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちなみにここのなんていうスタジオでしたっけ？MIT スタジオありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。Can be really tough, hard to stay.